どうも侍翔です。今回やっていく企画は言えた殿堂入りしたボケての傑作集を一緒に見ていこうのコーナー第1弾になります。この動画が少しでもいいなって思っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとツイッターの方で50万人記念の質問コーナーの質問をただいま募集しています。ハッシュタグ侍翔の質問コーナーでぜひぜひツイートしてみてください。概要欄にリンクの方貼ってあります。ということで早速本編見ていきましょう。もう1年前ぐらいの動画やから結構最初違和感あるかも。これだ。ワン、ツー、スリー。これは偉人の名言っぽいやつですね。人生で一番大事な日は2日あるっていうね。なんかめちゃくちゃいいこと言ってくれるんじゃないですか。人生で一番大事な日は2日ある。生まれた日とかはどうでもよくて結局土日めちゃくちゃ庶民的やなこいつ。今日の遠足のお弁当持った？うん、とても美味しかったよ。早弁のスピード終わっとる。壁に耳あり、障子に目あり、僕はえなりで。いや距離感終わっとる。主人公を選択してください。主人公のバリエーション終わっとる。いや投げたお前が取ってこいよ。うざい。いいな、いいな。覚悟はいいな。いや怖いな。何されるん？風ですね。いや信用できるかい。いやこれ風で集まる人数ちゃう。これは結構昔問題になってたアクセルとブレーキ踏み間違えてなんかコンビニに突っ込むやつっすね。そして犯人の動機が40代女性、お嫁に行きたくてパニックになっていた。焦るタイミング間違えすぎや。叩くと思ったやろ。なんやねんこいつ。俺を求めや。こんな先生学校におったらおもろい。この中に吉田さんのセーラー服を盗んだ人がいます。前やバトルして負けた。最高やないか。これはクレームの対処法みたいなやつですね。こちらは常に冷静に、相手が興奮している。あ確かにこれはお客さんがもう興奮状態に入っとるから応対者はちゃんと冷静に対処しなきゃいけないですよね。商品がまだ来ないぞ。お黙り。前も興奮しとるやないかい。ただいま発送の準備をしておりますので、もうしばらくお待ちいただけないでしょうか。急に冷静になった。ジョヤの鐘。あかんあかんあかん、おばあちゃんジョヤの鐘にしたらあかん。ちょやめてやめてあげて、おばあちゃん死んじゃう。あーやばい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 、めちゃくちゃやばそうな人に後ろから首掴まれとる。これ多分窃盗犯とかっすよね。やばいって。死にたくなければ喉に詰まった餅を出せ。めっちゃいいやつやあ。あの本当に今日で退院ですか？はい、今すぐ退院延期しろ。これは多分あの有名な名言のあの少年よ大志を抱けとかですかね。少年よ邪魔だどけ。無慈悲。徹夜してませんよ。無理すんな。お前名ギンギンやぞ。おい彼女は無事か？はい、マシュマロみたいです。おーちっもむな。ねえ見て、アリがカナブン運んでる。お前は何をしとんねん。ハンド。お前すがすがしいな。うわこれいかにも悪そうな男の人と ATM の前で電話しとるって、これ絶対振り込み詐欺でしょ。ああ残高が増えてるわ。長生きしろよ。めっちゃいいやつ。クラスの隅っこでいつも目立たない山下と山田がつかみ合いの大喧嘩をしている。喧嘩の仕方わからんやつら。なんやねんそれ。おーでももう誰も怪我しなさそうやから、もういいぞもっとやれ。先生トイレを我慢してたアントニーの様子が変です。先生もうトイレ行かしてあげて。トイレのドアを開けられた時、一光が言いそうなことと、まあ多分一光さんやったらとか多分そういう系を言ってくれるんじゃないですかね。トイレのドアを開けられた時、一光が言いそうなことと、閉めろ。めっちゃ普通。やあみんな俺だ。赤ちゃんは泣くのが仕事、俺は仕事がなくて泣く。それじゃあ。なんやねんこいつ。ひでえなお母さん、俺の名前はタワシじゃなくてタケシだよ。と言いつつも自分の名前がボブだったことに気づき爆笑するマイケル。マイケル大丈夫か。あホタルだ。パン。あかん。ま俺くらいになると口で餅つき余裕だから。生きり方下手か。ガガーリン、人類初の有人宇宙飛行士。宇宙から地球を見た彼は笑ったという名言を残した。なんでこいつに宇宙行かせた。なにこれ。知らんわ。
このヘルメットをかぶるとテレパシーで人の心を読み取ることができる。ただし読み取る内容は大体なんだあのヘルメットである。デザイン性が致命的。なんか悪いところいっぱいあるけど頑張頑張じゃねえよ。お前が頑張れ。指切り幻漫、嘘ついたら顔面骨折、脳挫傷、内臓破裂、弛緩破裂、失明。嘘つきの代償重っ。警察をおちょくりながら逃げるボブ VS ボブに用はない警察。恥ずかしい。相手にされてないぞボブ。ちょ話してくださいよ。ちょやめてください。誰か助けて。うわこれ大人が子供を誘拐しようとしとるんじゃん。室伏がまさかの室伏。あかん室伏、子供投げる気や。早まるな室伏。空はマジですかい。うーんバカ。ごめんねお姉ちゃん VS 私。喧嘩をするとごめんねって言えない。まあ確かに喧嘩してる時ってつい感情的になってしまって、なかなかその場で謝ることって難しいですよね。だからいつも手紙を書いて飛行機にしてお姉ちゃんに飛ばす。謝れ。あそっち。初めてのお使いをオンラインショップで終わらせるという事故。ある意味神回。ちょっと見てみたい。初めてのお使いで放送事故。まさかの万引き。しかも初めての万引きでエロ本はレベル高すぎやろ。はーいチクッとしまちよ。おお好きにせえや。椎茸の裏側みたいな顔しやがって。口悪。アニメのタイトルを老人向けにしてください。わしの名は。なんか闇を感じる。8時だよ。全員殺す。早まるな。ヒヤリハット、柵を上げ忘れていた。確かに柵の上げ忘れしたらちょっとヒヤッとしそうですね。そもそもゴムの付け忘れでわしがおるわけ。余計なこと言わんでええねん。自動開閉のセンサーに触れないようにトイレに近づくボブ VS 自動開閉機能のないトイレ。いい加減気づけボブ。ポルノグラフィティみたいな言葉。奥の細ミティ。奥の細ミティ。うおおお翼くん足めちゃくちゃ怪我しとるよ。これなんでこんなになったん。誰だよ。ボーリングの球に変えたやつ。うわ翼くんめっちゃいじめられとる。催眠効果のある胞子を持つキノコの魔物。打撃を受けた相手を眠らせる上。やばいやばい眠らされた上何されるんこれ。お布団まで敷いてくれる。ただのいいやつ。なんかすごい殺風景な部屋に男性が立ってますね。最近の泥棒ってすごいよね。根こそぎパクられとる。うわこれ男性が倒れてますね。そして近くにいた男性が何かしら応急処置をしてるって感じですかね。ここ一塁にするね。何してんの。うわこれも男性が倒れてますね。そして倒れている男性に対して男の人が何か声をかけていますね。多分意識があるか何かを確認してると思うんですけど。すいません。鹿どうすか。うわおるな。もしも僕が100点取ったと言ったら信じる。まあ大概の人やったらこれは信じるわけないですけど、静香ちゃんやったらなんて答えるんですかね。どけ。相手にもされてない。わけのわからないことを言ってください。アンパンマンは君さ。確かにわけわからん。これは映画館で男性が耳元で何か囁いてますね。結末言われたくなかったら。うわこいつ最悪やん。めちゃネタバレしようとしてくるやん。何結末言われたくなかったら何すればいい。ポップコーンよこせ。要求処方。お願い起きて。これはすごい悲しいシーンですね。もう彼女も祈ることしかできないみたいです。ここニトリよ。おー今すぐ起きろ。カッパエビセンの CM が重い。やめられなかった。重い。なんて薄情な奴らだ。こうなったら。うわこうなったら何されるんやろ。こうなったら。こうなったで頑張るけども。なんもないんかい。これはなんか子供が笑顔で上を指さしてますね。飛んでみろや。煽られとる。カレーパンマンのカレー攻撃出しすぎるとどうなるのですか。これ確かにちょっと気になりますよね。どうなるんやろね。カレールうまい。うまいじゃん。関わっている。お前か。ボケてたまるか。これはボケ防止の本ですかね。やっぱりこういう本を早めに読んどいてボケ防止の対策をするっていうのはすごい大事なことですね。おじいちゃんがこの本を3冊持ってる。 おじいちゃんもうボケとる。これは胴上げされて祝福されてますね。もうねよほど嬉しいことがあったのか本人泣いちゃってますね。違う俺は合格してない。おーみんな下ろしたって。ねえケンちゃん私が整形するとしたらどの部分がいい。まあケンシロウは女性と子供には優しいで有名ですからね。まあケンシロウならビシッと一言で優しいことをなんか言ってくれそうですね。全部だ。言い過ぎや。